よし、では前回のあらすじ。イニシエの塔で、ベイグたちを待っていたのは聖獣ウォンティガだった。ドクターバース殺害事件の光景を見せられた兄の心は揺れる。父バースが犯した国王暗殺の大罪、友人がバースを殺した現実、バースをかばうために全てを失った友人の苦しみ、辛く重い事実を突きつけられながらも、兄は種族の共存を強く願い、ウォンティガから風の力を授かる。その時、聖獣シャオルーンが割り込み、ベイグに呼びかける。急がないと大切なものを失うというシャオルーンの言葉を受け、7人はベルサスへ向かうと。はい、いうことで、じゃあ続きをね、やっていこうと思います。サマーイベントとかは特にないかな、今のところね。はい。じゃあ、ここから出ます、まずは。はい、では出てきました。ん、兄大丈夫か？兄、ありがとう。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。あなたはお父さんをかばって全てを失ったのに、悪いのはお父さんだったのに、私兄ごめんなさい。そうか、兄、全てを教えられたんだな、聖獣から。兄、俺と一緒にあの事件の真実を探そう。目に見えるものだけが真実ではないのだろう。俺たちが知っているバースはあんなことをする男じゃない。うんだよね。全ての命を等しく愛し、守ろうとした意志、それが俺たちの知っているバースの真実だ。お父さんの真実。バースが洗脳陛下の暗殺を企てた理由は俺にもわからない。だが、そこに鍵があるはずだ。バースの無念を晴らすためにも、真実を見つけるんだ。それが俺にできる償いだ。でもあれだよね、洗脳したと考えると終わるというか、サレもあれだよね、漆黒の翼を洗脳してたというかね、そういうことしてたから、もう姿勢が関わってくるのかなと思ってたりもするけれど。友人。お、いいね。お、敵討ちの少女を失った。で、ガジュ紛らいも失った。で、称号喪失があったため、お、法人誌にセットいや、よかったよかった。お、友人プラス兄の表現、あ、いいですね。ちょ、泣きそうになったわ。ちょっと、よかったな、兄と友人よ。ベルサス行きの定期便の運行は再開しているんだ。お、じゃあすぐに行けるね、ベルサス。ああ、町の争いもひとまず収まったし、ようやく軍から許可が下りたんだ。そうなんですね。ベルサスへは定期便で行こう。その方が早い。はい。これなんか友人もほっと一安心じゃないでしょうか。バースの真実。兄、どうした？普通に会話できるだろう。どうしてお父さんはラドラス様を殺したのかな。そう、そこな。兄、言ったろ、バースはそんなことをする男じゃない。俺と一緒にあの事件の真実を探そう。俺はバースを信じている。だからお前も。うん、お、マオの怖いお話、お、明るい話いきましょう。ウォンティガってさ、仮面かぶってたよね。あの仮面の下ってどうなってるか知ってる？お、え、仮面の下？もう魔王、また怖い話するつもりなんでしょ？違うよ、ただの好奇心だってば。兄だって興味あるでしょ？それはあるけど。あるんかい。じゃあ教えてあげるね実はあの仮面を取ると。あ、やっぱり怖い話じゃないの。もう魔王怖い。あ、微妙な二人。お、どうした？いろいろありがとう。俺の方こそ。すまなかった。いいえ、謝らなくちゃいけないの私の方です。かわいいな。その兄、これからもよろしくな。
親子やん、もうこの二人も。聖獣シャオルーン。さっきのシャオルーンって聖獣、今までの聖獣とちょっと違う感じだったよね。ええ、よく喋るっていうか、うん、軽いっていうか。そう、フランクな感じだったな。聖獣っぽくなかったわね。聖獣にも友人みたいなのがいれば、キトレイみたいなのもいるってことだね。あ、そういうことやな。そうね、そうかもしれないわね。こら、兄、そこで同意すんなっつーの。この3人も好きだな、ティトレイとアニーとマオ。ベルサスで何が、ベルサスで何が起きているのか確かめに行こう。よし、じゃあちょっと待ってよ、先に道具屋さんでお買い物をしたいな。お買い物、はい、いろいろ揃ってるよ。ピーチグミと、あとライフボトルと、あとホーリーボトルは買わないと。 OK、 お金は、あ、結構あるね。そうだね、どうしよう、継承するかな、装備。どうだろう、ムーンセプター今これなんだよな。あ、サニーレイン、あ、これはちょっとつけておくか。ちょっとなんか友人も確か手に入ったと思うから、そろそろ変えますか。ヒペリオン、トライデント、これも変えとくか。ちょっと継承してくるわ。できるかな。いや、かわいいなぁ、ほんと。兄もかわいいし、マオもいいキャラしとるし。いや、友人とほんとよかったよ、もう。よかった。まあでも、やっぱりね、背景気になるよね。どうして、兄のお父ちゃんは急にそうなったのかっていうね。よし、できたできた。で、兄は、これだね。よし。あ、兄の武器もやっとくか、どうせだったら。アンナールってやつね、これ、ゲットしたし。うん。継承。よし、これでいっか。さて、じゃあ、ベルサスに向かうなり。はぁ、ちょっと泣きそうになったな。なんか私さ、年を取るにつれてさ、累戦緩くなるかなって思ったら、なんかそこまででもなくってさ、なんかよほどのことじゃないとなんか泣かなくなってきたんですけど、さっきの話はやばかったな。兄の話ね、ごめんなさいって謝ったの。で、最近ゲームで泣いたって言えば、私何で泣いたかな。でもね、FF10 のラストとアビスのラストは泣く、何回見ても。あと FF7 のエアリスのね、例のシーンはね、やばいですね。お、定期戦、はい。じゃあベルサス港に行きます。ん？あ、あー、なんちゅうタイミングで。さあ、この船に乗るんだ、早くしろ。あ、さて、ベルサスの新しく行く町ですかね。お、ベルサスの町へ。ベルサスの町はすぐそこだよ、急ごう。はい、ちょっと雪国からまた出ましたね。お、これは道なりに行けばいいのか。おお、なんか平原に戻ってきた、雪国から。で、あ、ちょっと待って、食材屋さんがあるから、ちょっとそこにも寄りたいかな。これは、お、食材チケットかな。お、タイチケット、お魚ですね。ちょっとここ寄っていきますわ。このチケットをお納めしてですね、まずはチケットをお納めします。持ってるやつを、トマトチケット、あとタイか。あとはあるかな。あ、豆腐チケットもあったね。お納めしよう。よし。で、あとは、食材を買う。ビーフ、
お、卵と、あ、お豆腐買えるようになってる。お豆腐ミルク、よし、こんな感じかな。ほう、では行きましょう。あ、ほんとすぐそこだったな。はい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 、囲まれてますね。ひぃー、ましや囲まれるんかい。あ、なんかこのカンガルー君初めに見たぞ、この敵。ライトニングローブ、ウェイショー、恵みをライフマテリア、大表人、源流山、トウ、戦勝戦、絶無表情、この絶無表情ってやつ、なんかめっちゃ回復するからええな。ウェイショー、源流山、アクアストリーム、お願いします、絶表人、オッケー、先を急ぐか。セーブしとこう。新しい町に入るぜ。さ、大切なものを失って、でもクレアは後から来たよな。あ、見た目アガーテの方ね。だからベルサスの町に言うのは誰、何なんだ。あ、もしくはこれから見た目アガーテの中身クレアが行くからって話ですかね。で、交易の町ベルサス、なんかこの町妙な雰囲気じゃないか。うん、ガジマの姿が見当たらないようだな。ヒューマンだけ、そのせいか。ちょっとごめんなさい、あなたたちサニータウンで会った。あ、スージーさんって、あれだよね、逃げてきた子よな、お城から。あ、スージーだ。そっか、ベルサスに住んでるって言ってたっけ。やっぱり、あの時は本当にありがとう。あなたたちが探していた人は無事に戻ってきた。ああ、ここにいるけどね。クレアだ。クレア、はじめまして。はじめまして、クレアさん。スージー、ここで何をしてたんだ。お父様が旅行から帰っていらっしゃるの。港まで迎えに行ったんだけど、行き違いになったみたいで、そろそろ帰らなくちゃだわ。うん、よかったら後で私のお家に遊びに来て。あの時のお礼もしたいし、きっとよ。おお、なんか感じが、ね、明るくなった。元気っていうか明るいっていうか、もともとがそういう性格なんでしょうね。今のが彼女の本来の姿なんだろう、うん、あの時と違って笑顔が出るようになったんだ。ああ、王の盾やアガーテのせいで一体どれだけの笑顔が奪われたんだろうな。あ、あ、女王に似ているガジュマか。スージーも喜ぶだろう。それにしてもスージー、どこへ行ったというのだ。スージー、何をしておった。あれほど一人で出歩くなと言ったのに忘れたか。お前は一度、もう心配すぎよ。あれ、疲れるってお父さんだったのか。以前のようなことはもうないって聞いてるし。え、なんか私思うんだけどさ、このゲームさ、関わってくる NPC はさ、いい人割といるような気がするけどさ、なんかそんな人に関わる人が結構クソな人多くない、マジ。まさか、スージーはいい子だけどさ、そのお父さんクソとかさ。そんな、まさか、だってそっくりだもの。お父様、まさかこの方、女王様。私は女王じゃありません。私は、そんなことは分かっている。本物の女王が一人であんなところにいるわけがない。でもこんなに似てるなんて。うん、本人だけど、
このガジュマをお前付きのメイドにしてやろう。部屋へ連れて行って好きなように使うといい。え、そんな、私いらないわ。まあそういうな、まあ、そういうな。王の盾に囚われた時に味わったうざをこの娘で存分に晴らしてはどうだ。スージはそんな子じゃない。これからどうしますか。聖獣が急がないと大切なものを失うって言ってましたけど。うん、ベイグ、心当たりは、うん、あるのないの。考えていても始まらん。少し街の中を歩いてみよう。はい、じゃあ今回ここまでかな。大切なものを探して。お前の大切なものって何なんだよ、ベグ。大切なもの。街を歩けば何か見つかるかもしれん。考えていても始まらない。行動あるのみだ。はい、街を歩けば。街の様子を見てみない。ベイグの大切なものが見つかるかもしれないわよ。はい、じゃあまた次回にしておきましょう。ご視聴いただきありがとうございました。